こんにちは、クリスです。サードリーグ、面白いね。頑張ります。木村さん、はーい。井浦匠、剣道三段です。アイスリボン、セラリサ、剣道三段です。はい。はい、前回、ティーンズのコラーゲン大会で初めてタッグを組ませてもらったんですけど、なんか初めてっていう感じがすごい息が合いましたよね。はい。で、今回タッグリーグに出場するということで、はい、もうこれはいけるんじゃないですか。いってやりましょうよ。いけますよ。しかもこのお互いの身長と剣道三段っていう感じで、剣道っぽくこうビシビシと相手を切り倒して勝ち上がっていきましょう。はい、はい、じゃあ行っときますか。いきますか。せーの、コーデメイダウン。はい、タッグリーグ、よしこさんと組めてめちゃくちゃ嬉しいです。よしこさんの足を引っ張らないようにいろいろよしこさんから学んで、タッグリーグ絶対に優勝します。はい、まあ、はぶきがね、こうやって、慕ってきてくれてるってことで、自分も親分にたくさん愛情を込めて育ててもらった分、はぶきに自分は今度その愛情を分けて、自分がしっかりはぶきを自分のタッグパートナーに育てていきたいと思ってるんで、そこんとこよろしく。はい、今年もタッグの祭典、タッグリーグが始まります。はい、はい、7回は今年、はい、チャンピオンになって2度目、2年連続2度目の、ね、はい、出場になりますけれども、はい、ここはもう全勝でぶっちぎりで、はいはい、優勝しましょう。そうですね、うん、もう全勝優勝ですね、はい、本当に、うん、タッグベルトのチャンピオンとして強さを見せつけたいと思います。そうですね、はい、シングルで戦い合ってですね、絆がより深まったと思うので、 その熱さをタッグでも再び、はい、もっともっと燃やし